荒井橋、荒井橋は、埼玉県北本市荒井と引組吉見町、公愛の間で荒川に架か,かる、埼玉県道33号東松山桶川線の道路橋である。川口から 58.0km の地点に位置する、橋町 642.05m、総福院 11.25m、有効福院 9.75m、 主景観70.00メートルの11景観の鋼連続箱木田橋である。右岸側は荒川沿いの定地となっていて連続した堤防があるが、左岸側は大宮大地の縁に接続されており、堤防がない。歩道は上流側のみに設置されている。約800メートル上流側に冠水橋である高尾橋が架かる。名前の由来は荒井の私にちなむ。 埼玉県衛生研究所及び老人風刺センター、荒川荘と北本駅を結ぶ川越観光自動車の走行経路になっている。吉見町寄りの停留所は、東第二小学校入り口が最寄り、また、道の駅一号の里吉見と北本駅を結ぶ、吉見町町内巡回バスの走行経路にもなっていたが、2019年4月より、デマンド型交通に移行した。 吉見町寄りの停留所は、和井南が最寄りであった。寒水橋の初代荒井橋新井橋が開通する以前は、荒井の渡しと呼ばれる荒井村と和井村を結ぶ村道に属する都線であった。また、都線上には柏である荒井橋が併設され、柏はいつから開設されていたか定かではないが、1685年の資料に、 年貢前を江戸に送った記録が残されていたことから、その頃までには存在したとされる。この私は、与と井渡るとも呼ばれ、都線二層を有する施設の都線であった。都線量は1878年1月当時は、徒保は一人で二輪五毛、入馬は一匹で六輪であった。また都線上には、新井菓子が併設されているほか、石戸菓子、高尾菓子もあり、水運の一役を担っていた。 1933年に荒井橋が仮設されたことにより都線は廃止された。1933年3月15日に石戸村と東吉見村の間を流れる荒川に初代の荒井橋が木製の冠水橋として架橋された。開通式は3月15日の16時に挙行され、内務省直轄荒川改修事務所、春木義市をはじめ関係町村の代表者70名。 あまりが列席し、まず終末の儀が取り行われた後、橋の両岸に所在する東、吉見小学校と石戸小学校の上級児童による渡り染めのほか、相撲や、神楽や郷土芸能大会などの余興が催されるなど、大に賑わいだったという。橋長90メートル、福音4メートルで、公費は9000円だった。道幅が狭いことから、交互通行であった。また、 河川改修により、直線化される前の旧川に架けられていた。開通当時は損道だったが1939年4月に県道に編入されている。橋は荒井地区の人が管理していて、橋が洪水で流出した際は荒川地区が橋の部材を調達し、橋を復旧する作業をしていた。また、地区の話し合いより先導を抜擢し、橋が流出するなどして、 通行不能となった際に臨時で渡線を出していたほか、橋の通行量は船頭が徴収していた。なお、新井地区の人は無料で通行することができた。この橋は1938年9月1日の大洪水で橋が流出したが、その際のかけ替えの際の費用として、当時の石戸村長が資材を投じたという。その時の状況は1940年に建てられた。 洗い場式念碑の碑文に記されている。この後も洪水によって橋がたびたび流出、もしくは一部損壊するなどして長期にわたって通行不能となった。度重なる洪水を沈めるために人柱を捧げた伝承も残されている。1965年9月17日にも台風24号による洪水で流出し、 県は1,191万8,000円の工事費をかけて1966年3月25日開通予定で復旧工事が進められた。橋は通行止めになりその間、仮橋が架けられた。この橋は付近で蛇行していた荒川の流路をショートカットする河川改修事業に伴い、長さ1,800メートルの北本都市水路が1973年に新たに開作され、 その稼働場に掛け直されている。なお、北本都市水路は三つの工区に分けて、改作工事が行われた。旧流路は、市町境とおおむね一致し、現在も、稼働跡として、橋の周辺に残されている。掛け直された橋は、旧ぬ家電橋や、大足橋,橋によく似た、太い交換パイル製の橋脚を持つ、木製下駄の乾水橋であった。橋長は三点七メートル。 福音は4.8メートルで3トンの重量制限が課せられていた。福音が1車線分しかないため交互通行も今までと同様であった。関水橋は1982年の永久橋の開通後に撤去された。橋の遺構や痕跡は残されていないが、旧橋の取り付け道路は河川区域内に農道として現存する。 その取り付け道路には1940年11月10日に、建立された荒井橋記念碑が設置されている。冠水橋は、洪水等で、たびたび通行止めになり、また、福音教唱のため交互通行であるほか、重量制限が設けられており大型車の通行が、不可能なため3.2キロ上流側の同成橋もしくは4.4キロ、下流側の太郎へ門橋へ迂回しなければならなかった。 そのため1967年に北本市をはじめ、関係市長である河野寿市、桶川、東松山、吉見、川島、勝負による新い橋永久強化接続新規制同盟が結成され、国及び県に永久場所掛け替えの請願活動が行われ、1973年には総工費20億円を投じて掛け替え計画が具体化し、 1976年に着工され、1979年に工事が本格化した。工事のペースは財政事情により停滞する時期もあったが工事の末期は急速に進んだ。また、橋の前後に吉見川276メートル、北本川102メートルの取り付け道路の整備も合わせて進められた。そして今までの橋の上流側の位置に、 永久橋が1982年に、鋼連続箱下橋として竣工し、同年5月1日に開通し、同日午後から一般供養が開始された。これが現在の荒井橋である。開通式は1日10時に、右岸側川橋詰めにて挙行され、建設省荒川工事事務所所長、県土木部議官や県議会議長、周辺自治体の長屋、警察署長など、 約300名が出席した。開通式はまず開通を祝う新人が行われ、次にテープカットやくす玉割りが取り行われた。そして、カ主を先頭に、地元住民による渡り染めが行われた。また、同日11時から、北本市コミュニティセンターにて、荒い橋永久強化接促新規制同盟による、完成祝賀会も同時開催され、橋の開通を祝った。 この橋の開通により大型車の往来も可能になり、橋上での交互通行も解消され交通の利便性が向上した。また、荒川を挟んだ東西の地域との交流が盛んになり、沿道地域の発展にも寄与することとなった。北本水辺プラザ公園、荒井橋付近の河川敷はやや凶作になっているが、その前後の河川敷は広く取られている。下流側には、 全国最大規模のビオトープである荒川ビオトープが下流側に整備されている。また、昭和初期や1973年に行われた河川改修前の荒川の稼働跡が周囲に残っている。周辺に桜の名所が点在しており、毎年春になると花見の見物客で賑わう。ありがとうございます。